はい、今回はこちらのレンズを紹介したいと思います。シグマさんの 24mmF1.4 の、すごくこう明るいレンズですね、広角の明るいレンズ、それの L マウント、シグマさんの FP だとかパナソニックさんの S シリーズ、あとはライカさんの、ボディに装着できるレンズになります。で、やはりこうちょっと L マウントのレンズはまだまだこう純正の、特にパナソニックの純正のものが少なかったりするので、この広角の単焦点っていうのは、シグマさん、私シグマさん大好きなんですけど、で、純正で買わずにこうシグマさんで購入した形になりますね。で、作りとしてはこう金属と、あとこちらエンジニアプラスチックだとかなんかだと思うんですけど、金属がメインで使われている非常に高級感のあるボディです。で、フォーカスもこのマニュアルフォーカスとオートフォーカスをこう動作がクラッチ機構が入っていて、両方とも使いやすくできているのですごくいいかと思います。で、広角レンズの中でこう一番広角の中でこのフィルターが装着できるっていうのが私の購入の動機になりまして、非常に持ち運びとか使いやすいレンズになってますね。で、やはり F1.4 ってこともありまして、後ろ玉はこうすごく立派なサイズ感です。で、L マウントなので、すごくこの作りにもフルサイズでもこの余裕のあるマウントの作りになってますね。で、こちらも動画撮影とかにも使うために買ったんですけど、写真でもこの広角の割にしっかりぼかした映像とか撮りやすかったりとか、非常に面白いレンズになってますので、後ほど写真を動画に貼り付けてみたいと思います。はい、ありがとうございました。